はい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 、どうもちゃんかわいいです。惚れてまうやろ、気をつけなはい、ってなわけでですね、画面にもあるようにですね、ホットウィールファンクラブの更新がですね、来たので、雑談混じりで紹介していきたいと思います。2019年7月発売ベーシック化のラインナップはこんな感じになってますね。今月はですね、結構限定アソートがあるみたいで、ちょっと見てみますと、こちらのね、2019年7月セブンイレブン限定アソート、そしてイオン限定スローバックアソート、ヤマダ電機限定ワイルドスピード、ヤマダ限定ですかイオン限定セブンイレブン限定と非常に忙しいですね、月になりそうですね。ちょっとね、これ全部手に入れようとしたらね、あっち行きこっち行き大変ですね。まあセブンイレブンはね、あのアソートでオムニセブンでね、通販で買えるみたいですけどもね。まずはそうですね、ベーシックから見てまいりましょう。一台一台見ていくよ。はい、あ、出ました、バービー60周年記念アニバーサリースペシャルエディション、素晴らしいバービーのですよ。バービーって皆さんご存知ですよね。のアメリカのリカちゃん人形かなだと私はちょっと存じてるのですがね。はい、こちらはですね、車種が14年コルベットスティングレイになってますね。これちょっと欲しいですよね、企画ものねピンクのボディに白のラインで、脇にバービーって書いてあるんですね。はい、次見てまいりましょう。エクスペリモーターズでバブルマチックですね。あ、これはですね、よくもう売られてますよね。のリ、まあ、リカラーというかカラーバリエーションですね。はい、次バハブレイザーズデューンダディ、これもまあカラーのねバリエーションのあれだと思われます。はい、ホワイトでね、なかなか可愛いんじゃないでしょうか。でも私これ50周年ので確か持ってたかな。まあ買うかどうかはね、現地でまあいつも決めてるので決めたいと思います。こういう格車でパッと見た時にね、おかっこいいなと思ったのをちょっとね買うっていう形ですね、いつもね。はい、次、あ、これはかっこいいですね、ホットウィール HW フレームス、68年マーキュリークーガー、このファイアパターン見てください、これかっこいいですよね。で、ボディカラーグリーンの、アーミーグリーンっていうんですかね、なんか戦車なんかの色に近いような色に見えますけどもね。で、ホイールがブラックで、とても渋い一台じゃないでしょうか。これ欲しいですね。次、あ、いいです。C 点来ましたよ、皆さん。C 点ですよ。ホットウィールフレームス、67年シェビー C 点。C 点はかっこいいっすよね。欲しいなぁ。ファイアパターちょっと派手めのね、ファイアパターで、もうちょっとおとなしめの方が私は好みですけどね。はーい。じゃあ上の段に見てまいりましょう。あ、バイクです。ドゥカッティ。1199パニガーレ。かっこいいですよね、ドゥカッティのバイクね。はーい。まあ、なんていうんですかね、GT 仕様っていうんですかね。このセパハンでね。はーい。どうしようかな。これも見て決めますね。だからね、バイクはね、フィギュアついてら絶対買おうと思うんですけどね。フィギュアがついてないのでね、つまんないですよね。はい。あ、来ました。ナイトバーナーズから今度85年ホンダシティターボ2が出るんですね。ブラックでかっこいいですね。欲しいけどな、やっぱ人気だろうな。大体ね、私回転と同時に行く感じで並ぶ感じじゃないのでね、先頭のね、方が取った後にいつも取ってるのでね、こういう目玉商品はね、いつも取れませんねはい、あとですね、ホットイールレスキュー、2010年カマロ SS ですね。これはちょっと売れ残り要因な気もしますけどね。はい、どうなんでしょうか。ちょっとね、ガルフレーシングのカラーリングにも似たカラーですね、この水色っぽい。これも現地で見て決めたいと思います。次、出たロッドスカット Z ロッド、これはもうあれですよね、好きな人は好きでしょうけど、実写好きの方あんまり好きじゃないんじゃないでしょうかね。これはちょっと私もスルーするかもしれませんね。この手の形の架空車って多いですよね。これに似たような、あの雲みたいなね、マフラーの造形が雲にみたいになってる、似たようなのもありますよね。はい、次、お、これは何ですか、これフォルクスワーゲンキャディ、こんな車あったんでしょうかね、これね。多分顔はゴルフっぽいですよね、顔とか。この運転席までゴルフっぽいんですけど、後ろがね、ピックアップになってるというね。これ実写であるのかな、ちょっと私存じ上げてないんですけど。多分ですけども、ないと思うんですよね。私も結構ね、フォルクスワーゲンのこのゴルフの年代の車好きでね、結構、いろいろ、見てました中でなかったですからね。多分、カスタムか。でもカスタムって書いてないですね。もしかしたらあるのかもしれないですね。フォルクスワーゲンキャディですね。はい。はい。あ、次は、はい。次上参りましょうね。お、スーパークロームス。これね、スーパークロームスはね、このタイヤまでメッキが施されてるというね。まあ、こちら、今回、金メッキですね。はい。のエレクトラックですね。これもよく出てありますよね。はい。あ、できました。私、好きな架空車、これね。スピードブラ、マッスルバウンド、このシャークマウスが特徴のね。で、結構、これ実車に似た感じでね、とてもいいですよね。はい。拡張した
カスタム膨張したっていうんでしょうかね、ちょっとね、あの行き過ぎたカスタムカーじゃなくてね、こういう風にはい、かっこいいですね。これはちょっと欲しいな、各社でも。次、あ、これもちょっともう私お腹いっぱい気味なんですけどね、ポルシェ 917LH、 これのね、ホワイトのバージョン持ってたかな、あとブルーのも持ってたな、今度赤ですね。これもちょっと現地で見て決めようかな。でもこれのいいところはあれですよね、このフロントライトがクリアパーツになってるのでね、ちょっと見応えはあるんですけどね、どうしよう、現地で決めよう。はい、ホットウィール、HW スピードグラフィックス、これは欲しいですね。マツダ RX7 かっこいい。アドバンかな、そんなわけないか。なんかアドバンっぽいカラーリングだったので、コニですね多分。なんかちょっと画像が荒くてね、あの判断しかねますけどもね、ブラックに赤って言ったらもうアドバンかなと思っちゃいました。はい、でね、ボディ色がこれはシルバーかな、かっこいいですよね、落ち着いてて実写チックでいいですね。欲しい、絶対欲しい。あ、このカマロかっこいいですね。68年のコンポカマロですね。はい、わ、これかっこいいですね、このライン素晴らしい。フロントマスクといい、ホイールはこれ前後でなんか違う感じにも見えますよね。前がなんかメッキ仕様で後ろがブラックみたいな、これはこれでいいですね。私好きなんですよ、前後左右で車、あのホイールが違うようなカスタムされてるのって。はい、はい、こんな感じで見てまいりました。で、今月は4月の7月ですね、ごめんね、ごめんなさい、7月の6日ですね、第1土曜日が6日ですのでね、7月の6日、後でね、カレンダーの方に記入してそちらも動画にしておきますので、楽しみに見てくださいね。はい、じゃあですね、ちょっとね、あの限定アソート見ていきましょうね。こちらセブンイレブン限定アソート何日かなってなると、7月下旬発売としか書いてないですね。でね、あのちょっとね、あのオムニセブンでインターネットでね、購入できるみたいなので、そこ見てみたらですね、8月1日予約発売日って書いてあったので、8月1日に多分あの皆さんのその通販で買った人は手元に届くんでしょうかね。なのでまあちょっと予想なんですけど、まだね予想なのでカレンダーに記入してね、皆様の前にはまだお見せしませんけど、まあ予想としてはですね、7月下旬で、予約発売日が8月1日ってなってるので、7月31日なのかな、どうなんでしょう、わからない。以前のね、セブンイレブンの、ホットウィール発売になったね、アソート、あれはですね、3月の13日でしたよね。で、水曜日だったんですね。で、今回も7月31日が水曜日だったので、もしかするとそういう日なのかもしれませんね。ちょっとね、調べたんですけども、明確な日にちが、その予約発売日、オムニセブンのね、通販の方ですね、の発売日が8月1日となってたので、どうなのかなってとこですよね。で、こちらの表記が7月下旬ですのでね、もしかすると7月31日1日なのかなと思います。まあ、予定というか予想なのでね、まあ、7月に入ったらわかるでしょう。その時はね、ちゃんとカレンダーに記入して皆さんの前にね、動画としてお伝えしますので、お待ちください。それで次見てみましょう。イオン限定スローバックアソート、こちらね、ちゃんとね、明確に日にちが書いてありましたね。2019年7月13日ですね、土曜日発売予定と。そういえば、先ほどね、セブン、ごめんなさい、ちょっと戻りますね。セブンイレブン限定アソート、これ、ネットに、出てたものと、ほぼね、出てたものが入ってますよね。に、プラスされて、はっきりしたって感じですね。で、ここに載ってるのが、2、4、ローヤーと12台の3列で、36の1台欠けてるので、ここがあれですかね、もしかすると欠けてる分が、まあ、ワンアソート36個入りなので、もしかすると、トレジャーハントなんでしょうかね。はい。で、まあ、車種はね、ちょっと細かく見ていくと時間がいっぱいになってしまうので、見ませんが、まあ、大体気になるところで言うと、まあ、このシビックタイプ R とか、このね、ガルフのカラーリングのこれもかっこいいですよね。あとはこちらのフェアレディとか、フォルクスワーゲンゴルフもありましたね。かっこいいな、このカラーリング。これ、あれですね、なんですかね、かっこいいです。あとは必修なのは、まあ、ダッチチャージャーなんかもかっこいいですよね。このブラックの、マットなホイールっていうのもいいですよね。これは、あ、これはまあそんなでもないか。あとなんかあったよね、日本車で。K4 レーサーなんかどうですか。ムーンアイズね、可愛いですよね。はい。日本車誰なかったっけ他に。あれはベーシックカーか。あとこの辺のワゴン車も欲しいですね。シェベル SS。かっけえ。ブラックにグリーンとイエローのファイヤーパターンってこれ変態カラーじゃないですか。この辺も私好きですね。これウェザリング塗装されてね。はい。漫画もちょっとね、魅力的ですよね。あ、これもちょっといいんじゃないでしょうか。かっこいいっすね、これ。これはかっこいいっすね。はい、じゃあ、
まあこれセブンイレブン限定なので難しいかな、手に入れるの。はい、次、イオン限定スローバックアソート、これがね、2019年7月13日土曜日発売となっておりますね。これもね、ちょっとね、どうしようかなってとこですね。この55年コルベットとかね、めっちゃかっこいいですよね、これ。これと、まあ、あと欲しいって言ったら、この、これですね、コックニーキャブ2。これも欲しいですね。それと、このポンティアックですね、ファイヤーバード。それと、あと1個あったら、インパラ、64インパラですね、これね。まあ、結構欲しいのあるのでね、頑張ってイオンに行こうかなって今私は思っております。日にちが7月13日土曜日ということは、7月13日っていうことは、あ、第2土曜日ですね。トミカの日かなと思ったんですけど、トミカの日はね、今月は7月の20日ですのでダブってないですね。はい、それと、最後、ヤマダ電機限定、これもヤマデン限定ですか、ワイルドスピード。これはね、ちょっとね、全車種欲しいほどの猛烈ないい感じのラインナップですよね。これビューイックとか欲しいでしょ、でモンテカルロでしょ、でマツダ RX-7 も欲しいでしょ、でまあこれはんー、まあちょっと微妙ですけど、まあ欲しいといえば欲しいですよね。はい、もうちょっとね、トミカとかで結構ノーマルチックなのあるのでね、まあホットウェルと並べてもいいんですけどね、あんまりパッとしない感じはしますけど、まあ欲しいといえば欲しいですよね。でシェービーインパラでしょ、これもかっこいいよな。で、ランサーエボリューション。なんかこれ見るとね、なんだろう、リアルライダーじゃないような気がしますね、これね。ですので、ちょっとね、価格帯は安いのかもしれませんっていう、まあ私の予想ですけどね。ちょっとね、タイヤが、なんていうんですかね、ベーシックラインと同じようなものを使ってるじゃないですか、これ、多分。でもこの辺はゴムかな。なんかこの、ランサーエボリューションとインパラはちょっとね、リアルライダーじゃないような気がしますね。ゴムタイヤじゃないような。どうなんでしょうね。値段もわからないですね。こちらもね、ちょっとね、発売日をね、いろいろ調べてみたんですけど、まあ2019年7月中旬っていうこと以外はね、ちょっと未だに分かっておりません。分かり次第ですね。まあこちらの動画でお伝えしたいと思います。でですね、まだね、今月6月のね、ホットイールの発売日まだありますよ。皆さん忘れてませんか？はい、今週？そっか、今週の土曜日ですね、29日、6月の29日にはですね、マリオカートのアソートが発売されますね。1台754円となっております。車種は全部で6種類でしたかね。あ、ここに出てますもんね。ちょっと、映しましょうね。あ、ごめんなさい。2、4、5台でしたね。はい、754円、29日は出ますね。それと伴ってですね、マリオカートのコースですね、ライトの方ですね、こちら。ライトの方は、これか、マリオサーキットキット。ライトの方、こっちですね、ちょっとちっちゃい版ですかね。こちらがね、5939円、税込みですね。税込み5939円で発売になるみたいですね。で、こちらのね、大きい方は、まあ、トイザラスのね、発売日を見ると、7月に入ってから、7月の6日、7月のベーシックカーと同時に発売されるようですね。こちらの大きい方はね。はい。それと皆さんも、待ちに待ってるかなと思うんですけどね。こちらの YSP の、4分の1マッスルですね。はい。こちら、どうですか？皆さん買われますか？全車種。私はね、最悪こちらの1台だけでいいなと思ってるんですけど、これは絵に描いたようなね、ファイヤーバードですよね。ブラックにこの、なんて言うんですか。まあよくね、昔、当時のね、ポンティアックファイヤーバード走ってた、これのブラックのボディに、ここのね、ファイヤーの、なんて言うんですか、ファイヤーバードの、このボンネットの部分がね、ゴールドとかね、そういうのがよくね、見かけたかなと思うんですけどもね、はい、これだけなんだよな。あとね、これは、これ、あ、でも私のリアルライト、あ、でもこれ持ってる気がするんですけどね、はい。わからない。これ再販かもしれないですね。こちらのシェベルの。これ、マットグレーのね、ちょっと私持ってるんですけど、まあ、後でね、引っ張り出してね、この発売日にもしこれがゲットできたら動画にしたいと思いますので、見てくださいね。はい。それと、もう一つあるんですよね。こちらのワイルドスピードの5カーパック。こちらね、ちょっとね、画像、あれなんですけど、ちょっとね、このね、4デースコートが入ってるのは嫌だな。って思うんですけどね。不人気車種ですもんね。だから不人気車種の詰め合わせみたいで嫌なんですけど、こういうのは。確か一番上のインパラでしたかね。ちょっとごめんなさい。忘れちゃいました。まあ、とにかくね、こちらワイルドスピード5カーパック。こちらのお値段が、1618円ですね。はい。トイザラスですね。はい。1618円。ワイスピの4分の1が754円となっておりますので、皆さん、買いましょうかね。はい。今回の動画はこちらの2019年、まあ、
7月発売になる、ホットウィールの、ファンクラブの、ホームページを見ながら雑談話にね、ちょっとね、紹介させていただきました。それではですね、次回の動画までお楽しみにしていただけたらありがたいかと思います。ちょっとね、敬語下手くそでごめんなさい。それでは次の動画まで、バイバイキーン。